シャイラボ始まりました。まず自己紹介前回やったじゃないですか。1回目は次何やりましょうかってなった時にまずは鉄板ネタで100の質問をやってみたいと思いましてそんなことこうみんなにも知ってもらえるいい機会なのでぜひスタート。なんで立ってるんですか。立ちたい立ちたい。なんでですかね。でも確かに私が見てる YouTuber さんの100の質問は座ってます。にゃんちゃんも座ってた、ヒカキンさんも座ってた。なんで立ってるんですか。わかんない、なんか座ってても動くからさ、だから立っちゃえと思いまして立ってます。はい。出身はどちらですか。福井県出身です。恐竜が有名です。年齢はおいくつ。34です。こんなですけど34です。誕生日はいくですか。9月14日です。86年です。血液型は何型ですか。 A 型です。身長はいくつですか。154です。職業は何だろう。ファッションのお仕事をしてます。あとモデルさんもやらせていただいたりとか、歌のお仕事だったりとか、テレビでコメンテーターちょっとやったりとか、一回しかやってないけどラジオもやらせてもらってます。あとは洋服作ってます。これも作りました。今までの経歴を簡単に教えてください。14歳に東京に出てきました。モーニング娘。受かったから東京に出てきたんですけど、でそっから4人で5期メンバーとして受かって活動してたんですけど、6年立った時ぐらいにモーニング娘。のリーダーやってくださいみたいな感じでリーダーに突然なりまして、でリーダー期間が4年4ヶ月やりました。で10年モーニング娘。として活動してきて、でそれで卒業して今9年経ちます。こんな感じです。はい、タイムポイント教えてください。絶壁言いたくないんだこれ。頑張って膨らましてんの。特技は何ですか。特技ですか。特技何味です。好きなの。好きなの。趣味は。趣味はファイナルファンタジーです。大好きです。苦手なものことは。苦手って何だろう。何だろうね。ないんじゃない苦手なことってこと。パス。はい。得意なスポーツは。ナトビ。ナトビ得意だったの。すごく小学校の時だいぶ前だけど。座右の銘は。生きてるだけで丸儲け。さんまさんの言葉。でもそうだなと思うんですよ。生きてることが素晴らしいのでそれ以上ないんです。はい。感謝。長所は。すぐ忘れること。短所は。すぐ忘れること。周りから言われる性格は。何ですか。あ、頑固って言われる。何だと思う。人の世話を焼くのが好き。ああ、そうかも。ここにいる沢田めみさんっていう方はですねすごいね、22歳でまだ若いんで、もうなんかやってあげなきゃって思っちゃって、うちに来るためにこれ持ってく、これ持ってく、帰るの大変だねみたいな感じになっちゃうね、いつもね。本当の自分の性格は。なんだろうね。バカ。バカ知ってる途中ラボで知ろうっていいんじゃないですか。最近起こったことは、ね、私本当に忘れるんですよね、すぐ。なんだ、起こったこと。阿部さんに起こったりとかないんです。パス。パスじゃあ昔から変わらないことは。何ですか。頑固よっぽど頑固みたいです。言われて嬉しい言葉は。ありがとうが嬉しいです。好きな食べ物は。スタバ。飲み物は。スタバにもあるじゃん食べ物。ドーナツが好きです。苦手な食べ物は。ナスです。得意料理は。コキ。好きな果物は。イチゴ。好きなレモン。好きな飲み物は。飲み物。スタバ。好きなスイーツは。おはぎなんで私よく買って帰るんだよ。きな粉ついたやつとあんこのやつ2つ絶対。好きな季節は。秋。好きなお花は。バラ。好きな色は。ピンク。嫌いな色は。ない。好きな動物は。猫って言いたいけど犬も自分を動物に例えると。猫って言われる。カラオケの箱は。箱何ですか。何。何。あー、水色の飴ですか。水色の飴は昔お箱でした。今は違う。今は白日。ちょっと本当に失礼なんだけど、白日を目白って言ったの。マジで失礼。好きなアーティストは。モーニング娘。でもヒゲダンさんは大好きなんですよ。あとレディーグーも好きでしょ。ブラックピンクも好きでしょ。ビッグボーも好きでしょ。ディードラゴンも好きでしょ。好きな曲は。好きな曲。トキソラ。好きな漫画は。キングだ。好きなアニメは。バイオレットエヴァーガーデン。バイオレットエヴァーガーデン。泣く。泣きますよ。見てください。好きなキャラクターは。ティナ。好きなゲームは。FF10 6 9 7。
ひとも面白かった。好きなことわざは一期一会。好きな香りはマルジェラの香水の香り。好きな数字は1、7。何をしてる時間が一番好き。今が一番楽しいと思ってる。24時間で一番好きな時間は今がベストと思って生きてる。寝る時の格好はなんか挟んじゃうんです。これ分かります。酒を飲む異性をどう思う？大丈夫です。どっちでも。どっちからアプローチしたの？私。プロポーズの言葉は？結婚する？電話で好きな異性のタイプは？なんかすごい勉強のあるって人。まあ安倍さんなんですけど。旦那さんの直してほしいところは？直してほしいないんですよね。旦那さんの平国のそれだけ。旦那さんの好きなところは？全部。へ以外旦那さんのドキッとする瞬間は？ドキッとはしないかな。あ、でもね、あ、今かっこよかったよ、やってもう一回って言うとやってくんない。でもどこっていう感じじゃない、その瞬間だったりします。ぶっちゃけ何フェチ？なんだろうね、ここ。安倍さんのここくぼみ、シュッてなるのデートで行きたい場所は？デートでどこでもいいです。家でもいい。デートはデートする派？される派？どっちでもないかも。どうするみたいな感じかな。結婚の前と後で変わったことは？名前ぐらいです。本当にないです、あんまり変わったことが。在籍中のコンサートで一番の思い出深いシーンは？なんかね、私よくね、こけるんですよ。 100% 出し切っちゃう人なんで、だから結構わーってなって人体やっちゃったりとかすることもあったんですけど、なんかその時は回転して登場するみたいな感じのコンサートだったんですね。で、アンコールだったかな。で、一発目でパンってこう勢いよく出てくださいみたいな。パワーがないからちょっとパワーを出してって言われて、すっごい出しすぎちゃって大の字でこけたの。ってやってパンってこけて起き上がれなかったの、痛くて。しかもなんかマイク守んなきゃいけないじゃん。すごい自分と思ったのが、すごい親指で必死に支えてたの、マイクを。バンってやってたからめっちゃ親指痛くって、でも体全体がこう痛かったからどうしようと思ったら、なんかね、エリと左右だったかなが助けてくれました。それがね、ソングスって曲だったんですけど、こう頑張ってこう大丈夫みたいな感じでこうやってやって、階段で私ど真ん中に立ってこうやって歌わなきゃいけなかったんですけど、その歌詞が生きるのが下手だったんですよ。お前だろっていう。ハロプロで一番好きな踊りは？一番って難しいですね。ピースが好き。なんかかっこいいじゃん。在籍メンバーとのエピソードを教えてください。なんだろう、それぞれにあるんですけど、福ちゃんとはね、なんかよく連絡取ったりするんですけど、ご飯に行った時にモーニング娘。ってこうなんですよ、あんなんですよ、こうしたいんですよっていうのを聞いて、あ、福ちゃんなんかプロデュースとかも行ってんじゃないかなと思いました。なんかすごく見えてるというか、彼女すっごいモーニング娘。のこと大好きだから、ただファンっていうことじゃなくて客観視できてるんですよ、彼女。だからすごくいいなと思って、なんか福ちゃんと一緒になんか やらないって言ってる勝手に。ハロプロ以外で注目のアイドルは？ママもアイドルじゃないんですけど、めっちゃかっこいいんですよ。同期の新垣さんの、その垣さん一番の思い出は？白馬にバスツアーで行ったんですね、二人で。私白馬って言えなくて、白馬って頭で思ってるのに下馬ってずっと言ってたんですよ。いや、愛ちゃん白馬だから、白馬だからって言って、うんって言って脳みそでは白馬なんだけど、口から出るのが下馬で、狙ってないんだよ。私本当に恥ずかしかった、怖い自分が。あと即興劇やったんですよ。で、即興劇の DVD があるんですけど、でもファンクラブの方しか持ってないかもしれないんですけど、即興劇ってないんですよ、台本が。で、衝突がテーマだったんですよ。で、衝突をテーマにその演技をやるみたいな感じだったんですけど、すっごい平和なんですよ、ガキさんの家族の衝突が。iPhone 買ってみたいな、愛ちゃん持ってるじゃんみたいな、なんて可愛いんだろうと思ったわけ。こっちはさ、妹との喧嘩なの、あーみたいな感じで、なんでてるみたいな。私ちょっとね、うちのお父さんがヤンキーなもんで、もっとお口がちょっとあんまりお綺麗ではなくて、なのでちょっとね、その福井弁とかバーって出ちゃうと怒ってるけど、なんかちょっと普通よりは怖いみたいな、なんとかなんとかとかだからみたいな感じの、だからもう対照的だったんですよ。で、それをお互い演技するみたいな感じの即興芝居だったから、なんかね、でも演技が上手いんで、ガキさんもね、だからもう妹に見えてしょうがなくって、本気でムカついた。はぁみたいな、なんかなんでやん、なんてかみたいな感じで、
すごい怒っちゃった思い出があります。駅うまくて高橋さんにとってのハロプロとは何だろう。内容の濃い部活。でもそれ通学さんがおっしゃったんですよね。学校みたいなもんだよとか部活みたいなもんだからみたいな。だからその完璧な子はいない。でここでなんか成長して旅立ってからやっとできるようになるみたいな。だからここで磨いときなさいみたいなことをおっしゃってくださった時があって、なのでそうかなと思いました。最近のストレス発散法は、あ、日本酒風呂いいですよ。おすすめ。バーってお風呂に入れる。どのぐらい入れるんですか。これぐらい。あ、そう結構入れるのかと思いました。そんなに入れないよ。だって酔っちゃうってなっちゃうじゃん。最近集めているものは何ですか。服。それ今に始まったことじゃないもんね。パス今一番欲しいものはフローズンヨーグルトうちの冷蔵庫に入ってるけど今食べたい遅刻はどれぐらいまで許せる。全然 OK。 何時間でも、うん、そもそもどこから友達、どこからが友達。友達だと思ってても友達だと思われてない場合もあるし、知り合いって言われたらそっかって思うし、だからそんなにないかな。好きな服装はこういう感じ。カジュアルとかミックスとかスニッカーとか好き。月にファッションにいくらぐらい使いますか。うん、いっぱい私本当ファッションで生きてる人なんですよ。ファッションで生きてる人すごいかっこいいね今の言い方。ファッションで生きてんのみたいな好きなコスメはリップ。リップ。リップです。今日はどこのブランドのリップつけてますか。なんか2つぐらいつけた。ローズラボとあともう1個つけた。もう1個つけました好きな髪型はです。1個。朝は何時に起きますか。朝バラバラなんですよね。早い時もあれば遅い時もあるし、今日は早かった。何時ですか。今日は3時20分。朝起きて最初にすることは。朝起きたら鏡見ます。すっごいんですよ。すごいんですよ。ショートカットの時はもっとやばかった。何がですかそういうことだよね。私本当に主語ないんですよ。そうなんです。気をつけますね。髪の毛ですじゃあ逆に夜寝る前に最後にすることはあれですかね。目覚まし3つぐらいかけます。3つ癖ですかね。別に1個でもいいんですけど、何かあったら嫌だから3つはかけるようにしてます。毎日やっている習慣はありますか。ゲーム。毎日ゲーム。毎日のように。毎日は夜に次の日のコーディネートを決めて朝ゆっくりできるようにしてます。好きな家事は何ですか。これ掃除。掃除。休日は何をしてますか。宝塚見に行きます。すごいいっぱいあるんですよ好きなもの。キングダムでしょ、 FF でしょ、あとバイオリットエヴァーガーデンが最近追加されました。今まで一番反省したことは。やばいねそれ覚えてないとね。やばいね。あ、ありました。あの卒業ライブの時にソロの曲でつんくさんが私のために書いてくださったソロの曲があるんですけど、突破締めから歌詞間違えたんですよ。ラストのステージで武道館で。もうびっくりした自分で、えっと思って。すごいね、感動的なね。感動的なって自分で言うなようだけど、あの手紙を読んでたわけです今までのね。ありがとうございましたっていう感謝の気持ちを述べた後に、じゃあ行きますみたいな感じでもトッパチペから2番歌うっていう多分興奮してたんでしょうね。バーンってなっちゃって後ろ見ましたからね本当になんかもう先生からもやるよねみたいな、すごい大号泣だったのにみんなこけたって言ってました。おつんくさんに、はい、もうすぐ謝りに行きました。笑ってくれましたでも反省してます。シャワー派ですかお風呂派ですか。お風呂です。入浴時間はどれぐらいですか。どれぐらいですかね。30分とかですかね。使っているボディーソープは何ですか。私あんま使ってないな。最近泣いたことは。あーでもしょっちゅう泣くんですよ。私すごい涙腺が良くて、最近だとエヴァーガーデンで泣きました。映画館でやばかった思いつぐらい泣いた最近爆笑したことは。まあ何ですかね。でもしょっちゅう笑ってます。しょっちゅう笑ってる。一言とかで笑う。え、本当とか、なんで今そんなこと言ったのっていうことで笑う。高校生に戻ったら何をしたいですか。今の知識じゃなかったら繰り返しじゃないですか。だから戻んなくていいです。戻らない。戻んない。自分の人生じゃなかったらいいかも。あ、意味わかんないね。だって記憶ないんだもんね。ってことは自分でいいのか。よくわかんないねパス。可愛くウインクしてって言われたら。生まれ変わるなら何になりたい。なんだろう、哲学者、男の人になりたいです。なんで男性なんですか。女子はもういいですね。楽しみです。もう経験してるんで今男の人にはなりたいけど、なんか哲学者とか脳みその仕組みとか調べるやつやってほしい。なんかなんでこの人こういう回路なんだろうとか、本をこうやって読めたりとか斜めから読むとかやってみたい。
なんて呼ばれるのが好きですか？何でもいいです。呼んでくれるだけでありがたい。でもフルネームなの、みんな。街とか歩くと、あ、高橋愛ちゃんって、あ、高橋愛だとかで、フルで覚えてくれてるって、下は覚えてるけど上なんだったっけっていうこともあるじゃないですか。そんな中でこう覚えてくださってるのがすごい嬉しいなって思います、いつも。じゃあ見てくださってる皆さんに何て呼ばれたいですか？何でもいい、何でも呼んでください、嬉しいです。前世は何だったと思いますか？何だったんでしょうね。バカなんじゃない？また、だってバカだもん。学べようって思います。あ、前世から。うん、前世から。福井弁で喋ってください。なんでやって、なんで福井弁で喋らなかんねって。だって何言ってるか分からんって言われるやって。はい。分かりました。もし一つだけ願いが叶うなら？一つだけですか？一つだけ。願いって何ですかね？そこから。そもそも。深い、深い。どうしよう。もっとフランクにあります。ないんだもんだって、あんまり。で、幸せ。ってことですよね、きっと。だと思います。じゃあ、肌のために気をつけていることは？なんかガーってこすんないとか、なんかなるべくこうソフトにします。でも目はこすります。すごい矛盾してますよね。このチャンネルでやりたいことは？でも言ったもんな、前回。なんだろう、パンってやりたいことっていうと、高橋愛ラボっていう、ラボっていうのがついてるんで、やっぱりこう学びっていうことをやっていきたいですね。一番さっきの願いみたいな感じで、漢字とかもきっと深いじゃないですか。もう一個ずつが意味があると思うんです。だからそういうことをラボでこう紐解くっていうか、そこってところだと思うんですよ、面白いところって。なんか、あ、普通に生きてきたとか、なんか気づかないわそれっていうところを紐解いていくのが面白いんじゃないかなって。でもラボだからできることなんじゃないかなと思います。ハロプロのメンバーにメッセージを。すごい、なんか全然違いますね。ハロプロのメンバーですか？はい。楽しんで、大丈夫だよ、自分を信じてです。で、最後に、はい、視聴者の方に一言。はい、見てくださってありがとうございます。これからどうなっていくか全然私も予測はつかないんですけど、皆さんが楽しんでいただけるような、そんなチャンネルを目指して頑張っていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。このチャンネルがいいなと思った方はグッドボタンを押してください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。高橋愛でした。